白虎隊で有名な会津若松城が落城したのが明治元年の今日なんですね。この人が会津藩主松平容保さん。明治御一新になって新政府に反抗したのはというと、会津藩の中でも特に白虎隊が有名ですが、白虎隊以上の働きをしたのがいるんです。それはこの上士軍。男子に勝る勇夫たるべしって女性ばかりでしたね。さて、戦いが終わると松平容保こんなに痩せちまいました。官軍はこんな大砲を使ってどんどん攻撃。どうです、これボーリングの球みたいですね。まあ、こうして若松城も落城したんです。今では公園になっていて、静かなムードをお楽しみいただけることになっております。